平野紫仕様やメジャに関連を打ち破る再蔵人気記事ランキング。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。記者 N 日刊再蔵の週刊 PV 速報値を今週もランキング化。早速ご紹介しましょう。1位は、ラストマン全盲の捜査官。 t b s 系やあなたがしてくれなくても富士テレビ系が今期の派遣を争っている今年の春ドラマの序盤ランキングとなりました。デスクエッジ今後も期待のドラマとがっかりドラマのトップ3を出しているんだけど、期待のドラマ3位の弁護士ソロムテレビ東京系はちょっと気になるかな。最近テレ東は深夜ドラマ以外でも力入れているし、 がっかりドラマの2位には、風間王やけおや、京情ゼロ、富士テレビ系が入ってきているけど、後半戦になるにつれて主題にフォーカスしてきた印象もあるから巻き返しに期待したいね。記者 N、風間王やけおやの主演を務める木村拓也に関してはこんな記事も。主演映画、レジェンドバタフライが5月12日からすでにアマゾンプライムビデオで独占配信。 この早めの配信を茶二20億円かかったという制作費を回収するためだったのではないかといった話題です。デスクエイチを負けに NHK 大河ドラマ、どうする家康で主演を務める松本潤が浜松祭りで68番人を集めたらしく、キムタクが参加した岐阜信ブナ祭りは46番人。まあ、街の規模が違うから何とも言えないけど、 前回の大河パブリックビューイングの時みたいに比較記事はほぼなかったね。怒られたのか、それとも忖度したのか。人数規模で比較は別に問題ない気がするんだけどなぁ。記者 N ささやかれ続けているキムタクのジャニーズ独立などもそう待って、今後の動きにも注目ですね。一方で、ジャニーズ脱退組の話題も、 もう目前と差し迫ったキングプリンスコーンのメンバー3人の脱退。いわゆるやめじゃにはメディアから干される通例ができてしまっていましたが、今回は一味違うといった話も。デスクエチジャニーズ性加害報道もあり、事務所側のパワーバランスも崩れているからなもちろん、再造だったら即連載 OK なのでお待ちしていますよ。 それはさておき、金プリの中でも平野は若年層にめちゃくちゃ数字があるといったデータも出ているわけだから、代理店やメディアも放ってはおけない。あとはジャニーズ事務所が年初に発表したコンプライアンス遵守がどこまで働くのかと、大手テレビ局が通例を打ち崩す勇気を持ているか、悪しき監修を捨て去ることができるかの分水例だと思うけどね。 記者へのそういった点でもメディアや脱退組の動きは注目ですね。ジャニーズ事務所の聖火台報道では現社長の藤島ジュリー恵子氏は知らなかったと見張っていますが一度知らなかったと言ってしまったら今後は二度と知らなかったとは言い切れませんしファンが望む景色が待っているといいのですがデスクエッ滝沢秀明氏が辞めたタイミングが完璧すぎて 業界内では色々と邪推している人も多いらしいけど、ここもどう動くことになるのか楽しみだね。田村アナは謝罪というネタを手に入れた記者 N さて、ランキングに戻りますと3位にワンケネチ系の話題が、4月からは受信料未払い者に対し割増金を請求できる制度がスタート。 受信料の徴収は法の範疇ではありますが、ここが若者のテレビ離れを加速させているのではといった話もあるようです。デスクエイチもう一つ上の子育て世代になると E テレのありがたみが染みて、受信料を喜んで払っているなんて話もあるけどね。ビデオリサーチがネット決戦したコネクテッド TV、c T v の視聴実態について調査結果を出していたけど、 普及率は増加しているし、若年層も1日の中での使用割合が増えている。この流れは加速していくだろうから、民放はメディアのネット化と普及を必死になって行っているところなんだけど、NHK は聴衆陰発で解決できちゃうとなったら他局から白い目を向けられちゃいがちだもんね。 記者 N 今後、視聴者帯数も減少傾向に向かうことは自明ですから、NHK も何らかの対策を講じるとは思うのですが、それが受信料の増加となったらいろんな方向からのヘイト高まりそうですね。民放の荒烈な競争の話題が出たところで、朝と昼の視聴率戦争の話が4位に入ってきています。4月から始まった日本テレビの、デイデイ、と富士テレビの、 ポカポカ、ですが、どちらも下げ傾向。改変の意味を考えざるを得ない状況の模様。デスクエッチまだ、始まって1ヶ月半ばくらいだし、ラビット、TBS の事例もあるから、もう少し様子を見ていても良い気はしつつ。当事者からしてみたら焦りもあるだろうけど、視聴習慣はなかなか根付かないから、今気よく番組内でチャレンジするしかなさそう。 レイレイに関しては、武田正和アナの視聴者評価も高めだとは思うし、記者への話に出た、ラビットの記事も7位にランクイン。相席スターと山添館の炎上騒動で謝罪をさせられた TBS の田村正子アナが、またもや謝罪に追い込まれる事態に、デスクエチマー、そういうネタだったという話で、 けど、謝罪というネタを手に入れた田村アナが今日すぎる気も、情報番組系の話題だと五輪三大会でメダルを獲得した卓球の石川佳純のネタもあったね。スポーツキャスターとして格好の逸材なのは間違いないし、引退した卓球選手はスキャンダル多い印象もあるから、活躍に期待している人もいそうだね。 記者 N 福原愛の枠がどんどんなくなっていきそうですね。映画の話題ですと、6位に映画、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの大ヒットに関連してゲーム映画の歴史の話題がありました。デスクエッジ映画のゲーム化失敗といえば、ファイナルファンタジーもあったよね。FF のようにゲームの制作側がトップにいると、ろくなことにならない気はしつつ、 今回のマリオはちゃんと映画屋がトップだけど作品へのリスペクトがあったのが良かった気がするな。記者 N 最後は9位の話題。Y.O.U.A. のヒカキン A. のブランド、イークティ A.U.N. が発売したカップラーメン、味噌菌のレビュー記事でした。デスク H. 概ね高評価だったみたいだし、SNS でも話題になっていたね。 案の上、売り切れ続出しているけど、そのうち再発売されたら食べてみたいところ。ちなみに一番好きな味噌ラーメンは車屋ラーメンです。今週もこのあたりで、中島県ライター、TTFC とつぶいまとディスニーオとアマプラとネットフリに介入中のサブスクとラーメンの中毒者。 大泉学園在住で特撮作品や掲示物のロケを街中で常に探している。